上祐代表に質問したいのですが、この世で一番怖いものは何でしょうか。いや、怖いものはね、いろいろあると思います。あの、病気とかね、それから死ぬこととかね、それは怖いという人はたくさんいると思いますが、まあ、あの、私が思うにはですね、恐れるべきものの、最も恐れるべきものの一つというのは慢心だと思いますね。慢心、人間はですね、慢心を抱かず謙虚であって、で、何かの問題に備えようとしたり、ないしは何かをこう努力して理解しようとする限りはですね、非常に賢い存在だと思います。しかし人間は自分がもう大丈夫なんだと、偉いんだと、いろんなことを知ってるんだと、その反省改善する必要はないんだってなった時、油断した時はですね、動物のように愚かになることがあると思います。つまり無知の知ってありますね。無知の知、その人間が自分の無知を自覚した時は非常に賢くて神に近づいていくと思います。一方、知の無知っていうのがあると思うんです。自分は知ってるんだと思って慢心、これを抱いた時、その無知ですね、これはですね、人間を本当に動物のようにしてしまう可能性があると思います。まあ、なんていうんですかね、現在は温暖化防止、という話があります。しかし50年ぐらい前はですね、そんなバカなことがないと、こんなでっかい地球に対して人間がどう経済活動を回しても気候が変わることなんてありえないというその反応がすごく強かったようです。温暖化問題ではノーベル平和賞、これを受賞したのがゴア元副大統領ですね。彼はそのずっとそういうものをその啓蒙してきたんですが、初期はそういう反応だったそうです。で、不都合な真実と彼は言うんですけど、人間は自分が受け入れるには不都合な真実があるとですね、さっき言った人間の活動が地球をおかしくしてるみたいな、そういったことがあるとですね、そんなことはあるはずがない、そういうふうに鼻から否定する場合がある。で、その時に自分はそんなことはないと知ってるんだと、そういう、まあ、慢心ないしは油断というものがあります。で、それが、まあ、最近になってきてはだいぶ温暖化問題っていうのはこう、まあ、認識されてきたんですけど、それがもう放置された時にどんな巨大な被害が出るか、まあ、そういったことを考えていただくと、要するに慢心、自分はもういろんなことを知っている、知らないことはない、言い換えると努力する必要はないという油断ほどにですね、恐ろしいものはないんじゃないかと思います。まあ、皆さんはそのね、自分を脅かすものとして、まあ、自分自身の病気だとか、それから死だとか、ああいうものをこれ恐れるとかあるかもしれない。その時病魔とかね、死神とか言ってね、それを自分とは違う外側のものとして表現する時もあると思います。しかし、言葉として工事魔王子ってことがあります。工事、調子がいい時に魔がやってくるってことですね。この魔っていうのは一体何なのかと、調子がいいから工事の時に慢心に陥って油断してしまって落とし穴にはまる、その慢心こそが魔なんだ、ないしは慢心こそが魔の接近に気づかない落とし穴なんだと、まあ、そういうことなんだと思います。人間がその警戒心を持ってですね、ないしはその謙虚な向上心を持って努力している場合はですね、あまりこう心配なことはないのかなと思います。人間はそれなりにこう対応能力があるから、しかしそういった努力しない場合はですね、まあ、人間は動物と同じように愚かになってですね、いろんな悪いことが起こってくるかなと思うんです。よっておみくじの話をさせていただくと、その大凶とか引いた人がですね、これやばいのかなと思って気を引き締めて結構良くなったりですね、大吉になった人が調子に乗ってやってるとですね、落とし穴にはまったりするっていう吉兆、裏表っていう現象はあるんじゃないかと思います。だから調子がいい時に油断せずに落とし穴にはまらず、調子が悪い時に悲観しすぎて自滅しないようにするってことですかね。心の波をですね、平らかにするってことだと思います。だから油断しないように、調子が良くても調子いい時の油断こそ怖いものはない、敵は自分の中にあるってことです。で、調子悪くなるとですね、そういう人は、ね、途端にですね、悲観的になってですね、実際起こりもしない不安をですね、ブワーッと形成します。予期不安というんですね。9割方は杞憂です。でもその不安によってですね、バーッと衝動的な行動をして、何もしなかったらそのうちその問題なくなったのに、
それに対する恐怖不安で起こりもしない気憂、これをダーッと抱えて、そのために何かをやっちゃって、それによって自滅してしまったという場合、これが多いと思いますね。あの経営の問題でもそうですし、さらに言えば、まあ、自殺する時もそうですね。これからこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないか、もう大変なんじゃないかと思って、もうダメだっつって死んでしまうが、しかし何もせんだったらばそんなこと起きなかったのにってことで、人は自分の中の油断と過剰な恐怖心か、まあ、調子いい時の過剰な慢心というか油断と、悪い時の過剰な恐怖と不安、これによって失敗するんだと思います。結論的にはですね、一番恐ろしいものは自分の中の間違った認識ですね。まあ無知と言いますか。でその典型的なものが慢心だと思います。でその裏側にあるのが過剰な不安や恐怖なんですが、実はこれはセットですね。躁鬱ということです。自分の心がですね静まってなくてですね、謙虚な向上心、これを忘れるという状態になる。これはもう大丈夫なんだとかね、もう何やってもダメなんだとか、そういう極端な心の働きになるときに自ら転んでしまう。これが一番怖いと。敵は外じゃなくて内にいるってよく言いますね。まあ、戦いなんかもそうですね。戦いってのはみんな本当に恐ろしいもんですけど、敵を知り己を知れば百戦危うからずって言うじゃないですか。まあ、自分をちゃんと知らなくちゃいけないっていうのはありますけど、まあ要するに最大の最も恐ろしいものは自分の中の何かのこう心の問題、心の歪みだと思います。